ありがうございまこんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、8月の D 払いはコンビニで 20%? 加盟店で3%の D ポイントが還元のキャンペーンもということで今回は大きく分けて2つの項目に分けてお伝えしていこうと思いますということでまず一つ目は D 払い20%還元についてなんですけどもこちらはミニストップの公式アカウントですねこちらはです、ね、ツイートの文章というよりかはこの画像に注目してほしいんですけども下の方に2019年8月の13日から8月の31日に D 払いで D ポイント20%還元ということそして そして、右の方に少しですね、コンビニ限定と出てますね。まあ、なのでこれミニストップがちょっとフライングして言っちゃったのかなと思ったんですけども、まあ、なので今月のキャンペーンが終わったら来月の13日から D 払いで20%還元ということですね。 ま、ちなみに D バラが使えるコンビニはざっとこんな感じですね。ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップというような感じですね。まあ、このコンビニのキャンペーンに関しては公式に発表されたらですね、また僕の方からお伝えしていこうと思います。そして二つ目は D ポイントの3%についてです。まあ、簡単に言うと通常購入時の D ポイントに加えて、まあ、買い物金額の実質最大の D ポイントが還元されるということで、まあ、なので PayPay ペペなるとちょっと似てるような感じで、特に大きな キャンンペーンがなくても普通に D 払いの加一応ですね、こちらのキャンペーンに参加するためには、まずエントリーが必須で、本日の7月25日からエントリーができるようになってます。で、D ポイントカードの会員登録が必須で、あとは期間が8月の1日から8月の31日まで。で、今回は D ポイントがもらえるのは D ポイント期間用途限定ということで、まあ、いわゆる期間限定ポイントみたいなものですね。新定上限は1万ポイント。 まで進定時期は10月31日からもらもえるということですねこの3%還元の注意点としたら、まあ、加盟店ごとにもらえるポイントが変わるということですね。まあ、例えば、通常100円ごとに1ポイントもらえてたところだと、まあ、100円ごとに3ポイント申定と。 いうことと、あとはもう一つ下の方ですね。通常200円ごとに1ポイントもらえてたところに関しては200円ごとに6ポイントもらえるという感じになってます。まあ、詳しい内容に関しては下の概要欄に公式のリンクを貼ってますので気になる方はぜひチェックしてみてください。まあ、ここに来てですね、D 払いそして D ポイントがかなりの追い上げを見せてきてますね。まあ、そんな今度で今回は8月の D 払いはコンビニかもということと D ポイントが期間中3%の還元ということでお伝えをさせていただきました。もしキャンペーン情報の公式発表などが またあればですね僕の方から動画にしていこうと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました